女なんか来ない方が。お前に我々の仕事の内容がわかるか。女が必要と思うから送るんだ。ナイフが好きなだけなんでしょ。好きなんですよね。まあマスクメロン初めから出てくるなんてすごいですわ。これ好きなんです。やってみるもんだ。フルーツ先食べないと飯食えなくなってきた。おい、正弘です。こんばんは。まあ、物を作る人、クリエイトする人、その創作家の中には前に築き上げた自分というものをいよいよこう磨きをかけて高い完成度に近づけていく、そういう人もありますけれど、中にはこの前に作った自分というのを全部こう壊して新しさに挑戦していく、そういう人もいるわけですね。以前この月曜労働省でのようなものをお送りした森田芳光監督、彼はまあその後例の家族ゲーム、これでまあ日本中を沸かせました。まあ、本当にこの日本の映画ファン、モリタリズム一色にこの染め上げられた、その後で発表したのが今夜これからお楽しみいただきます。ときめきにシスなんです。これが出たときはもう大変賛否両論でした。というのはここで森田監督、それまでの自分というのを全部壊してこう新しいものをこう出しているわけなんですね。まあ、例えばここにはね、こう3人の人物の生活、これが中心になっていくんですけれども、ここではこう普通の映画だったらこう共演者と考えられている人、例えばここだったら杉浦直樹、彼とってもここでいいです。それからこの樋口加奈子、この彼女を、この2人なんかもね、全くこの主人公と対等にこの重要な役になっている。つまりここで森田監督がやろうとしておりますことが、これ我々こういろいろこう人と人とこう振る舞い合う、その時のこの振る舞いというものを完全にこの素顔の裸のこの透明なこのクールなところに戻してしまおうという、こういうことなんですね。ですからここで3人のセリフなんてのは完全にすれ違ってしまって、それがここではこの面白さになっている。そしてもう一つ、ここで実は主人公になりますのは沢田研二です。ところがね、この映画が封切られる前から、ここでは今度は沢田研二が殺し屋になるんだというこの情報がパーッと広がりましてね。しかしまあ私たちこの殺し屋っていうと、このプロの殺しを職業とする人をこう想定するんですけど、ここはお気をつけいただきたい。ここでの沢田研二は決してプロの殺し屋じゃありません。ただただこの刃物の美しさというものにこの憧れを持ち、そして今現在というものにこうときめきを感じている、そういう人間として見つめられている。ですから彼がどんな過去を引きずっているとかね、それから彼がどんな人をなぜ刺すのかなんて、そっちの方が全然書いてないわけです。だからそっちが書けてないじゃないかなんていう批評はこの場合全然当たらないわけですね。しかしここには、まあ、若い方には申し上げる必要ないけれども、今までのテレビドラマにも、それから日本映画にもなかった全くこの新しいこの人間関係の見つめ方がされている。そしてそれは非常に美しく透明なんだという、そこを虚心にお楽しみいただきたいと思います。まあ、ここでこの過保護の典型みたいだった主人公の沢田研二、最後に暗殺にしくじる。しかしあれは失敗だったのか、実はもう最初からああいうふうにしくじるように仕組まれていたんじゃないか、そう考えると途中のこのコンピューターなんか急にこの生き生きとしてくるわけですね。大変心にくい。今アメリカやヨーロッパで大変評判になっているストレンジャーズ・パラダイスという、完全にこの粘着力を失ってしまったこの人間同士を描いた喜劇がありましてね、もう新しい映画の代表だって大変評判になってるんですけど、これが日本に入ってきたら、あ、すでに森田芳光はときめきにして、その先取りをやった、好評判になること受け合いです。予言してもよろしいです。おじいちゃん、すごい。ジミ君、先生、先生、ほらせっかく開けてんだからさ、差し合ってくださいよ。この番組はロッテ、清酒月桂冠、コカ・コーラボトラーズ、マツダ、エーザイ、オッペン化粧品の提供でお送りしました。